海軍航空隊はフランス海軍の航空隊。約200機の航空機と約6800人の人員、6つの使用基地、4つの部門からなり、少々が司令官を務め、司令部を通論に置く。1998年6月19日に哨戒機部隊と合併している。海軍航空隊は以下の4つの部門に分かれる。 航空母艦艦載機パイロットの初期訓練は、フランス空軍のサロン・イーコールド・プロバンス第701空軍基地及びアメリカ海軍のメリディアン海軍航空基地での教育訓練に委託している。1909年7月25日、ルイ・ブレリオは英仏海峡の初横断に成功し、1910年3月28日にはアンリ・ファーブルがベール湖で水蒸気の故障離水に成功した。 当時の海軍大臣、オーギュスト・ブエド・ラペイレール海軍中将は1910年4月に、ジュール・ルイ・マリエル・ポール大将を長に、同年7月1日に委員会を設立させた。この委員会が海軍航空隊の起源であるとされる。当時、委員会では、熱気球に対して飛行機が有利であると主張した。これに、大臣は興味を示し海軍飛行場の設立を認めた。 1910年7月に海軍は士官の飛行教育課程をフランス飛行クラブに指定した。8月から操縦士の教育を開始し1911年3月まで続いた。1911年6月、ルネ・ W 海軍大佐を指揮官に実験飛行機をまとめるように任せる。そして、モンペリエとフレジュスに独立した基地を設け3種類の飛行機を与えられる。 W は1911年12月末に職を辞し、1912年3月20日に、代理として、ルイファと海軍中佐が引き継いだ。フレジュス沿岸部に飛行場が完成する。この時期の海軍はわずかに2機の飛行機を有して、いるのみであった。このため、モーリス・ファルマン製服用機と水蒸気が届けられた。1912年6月中に水蒸気母艦、フードルに、 水蒸気10機の装備を目指すも、飛行機は届けられなかった。その後、ピエールルブリ海軍参謀総長の手こ入れにより、ニューポール製飛行機への返還が求められる。1914年5月には、無線機を装備した水蒸気12機が海軍演習に参加した。水蒸気は偵察任務に用いられ、地中海を縦横に飛行した。 この頃には24人の操縦士の教育を終了し、14機の水蒸気を用していた。海軍参謀総長は、航空部門の本部をパリに設ける必要があるとし、1914年7月10日の命令により、8月1日にジャンロエル海軍大佐がこの職に任命される。大戦勃発時、海軍航空隊には水蒸気母艦ラフードルを保有していた。 水蒸気部隊は任務拡充のため、ルアン、パドカレー、カンピーナス、ノールなどに展開した。1912年には輸送水蒸気は一般的となり、1913年にかけて1915年に巡洋艦と戦艦に搭載することを検討した。1918年にフランス代表団はイギリス海軍の航空隊を訪問する。数週間後、 副容機2機種を戦艦パリとクルーベの主砲搭乗部にプラットフォームを設けて発艦させることを計画した。1918年10月25日、ジョルジュ・ギエール中尉の操縦による飛行が成功した。11月9日にも海軍士官候補生の操縦により試みられるが失敗し、翌日にはプラットフォームは撤去された。対戦後、 多くの航空機が解体され、陸上基地も7つに削減された。しかし、戦艦機には多くの任務を検証した。制空戦闘、戦団護衛、沿岸警備、敵基地攻撃、対戦作戦などの可能性を追求していたが、アンリドレスキャリ海軍中佐の訴えも虚しく、海軍上層部は無関心であった。すでに雷撃機が登場し、艦艇攻撃の手段が、 多様化しつつあった。1920年には航空母艦、ベアルンが浸水し、アンリオ製やニューポール製航空機が装備された。1925年にフランス代表団はイギリスを訪問し、航空母艦、アーガスでの連続発艦を見学した。これを見た派遣団員は、ベアルンの2番計画艦、ノルマンディの改装の必要を感じた。 1920年1月1日の海軍計画では2隻の航空母艦と2個航空隊の整備が決定された。この野心的な計画は予算上の問題を抱えていた。1922年4月18日にワシントン海軍軍縮条約が調印された。フランスは仮想敵国をイタリアに定めていたが、大西洋側にも戦力を振り向けなければならなかった。 このためフランスはイタリアより一回り大きい艦隊を保有する必要があるとした。アメリカとイギリスに対して同等の排水量を求め、ベアルンに対する請求な制限を認めなかった。条約調印後、海軍は少数の水蒸気で満足しつつ5年の歳月が流れた。1925年にはフランス初の艦載機シリーズであるルバッソール PL4 がベアルンで、 初運用された。7C3 飛行中隊と 6C3 飛行中隊は、ドボアティーヌ・ d 1C1 戦闘機を受領する。植民地通報艦、アミラル・シャルネや、リゴード・ジュヌイー、ブーゲンビル級通報艦や戦艦、ストラスブールなどには、圧縮空気式タパルトを装備し、水蒸気を標準装備化させていた。空母は、ベアルンを試験艦的に位置づけ、 新たにジョフル級航空母艦を建造し2隻を整備する計画であった。また、1928年9月に各省ごとに分かれていた航空行政部門を統一するため大統領令が発令され、海軍航空に関する権限は同年10月2日に新設された航空省に移管されるが、1933年6月に関西機部隊と 海軍航空に必要な部隊の権限は海軍に復帰する。1940年6月の休戦以降、艦隊は港に経由された。6月3日、フランス銀行に保管されていた金をエミール・ベルタンに積載し、マルティニークに移送するため準備を開始、6月7日に出港する。一方、自由フランス軍に編入されたベアルンは1943年から、 航空機輸送任務についた。航空機は、レンドリースポーに基づきアメリカ製が多数援助をされた。戦争は終結したが海軍が受けた傷跡は大きかった。トゥーロン自陳事件で艦艇の多くを失い、自由フランス海軍に供された艦艇も小型艦や戦時量産艦艇など雑多な状態であり、新型空母は1945年1月に移管された護衛空母。 ディズミュードのみで未成戦艦、ジャンバールを空母に改装する案もあったが、4億フランの費用が必要と見積もられ断念した。ジョッフル急行空母艦は建造中をされており、ベアルンは旧式化が明白であった。海軍は新所要領として空母6隻、戦艦3隻、巡洋艦12隻、駆逐艦40隻の整備を検討したが、 財政上の問題が多く達成は困難と見られた。このような中で、1946年にイギリス海軍から空母コロッサスの対応を受け、アローマン主として運用を開始した。極東では日本の降伏後、フランス領インドシナの再占領を急ぐ必要があった。空母ベアルンはインドシナへの航空機輸送の任務に就いた。1947年、 フランス領インドシナの情勢は不穏となり、11月にベートミンと交戦するに至った。当時インドシナで活動中であったディズミュードは早速戦闘に投入された。アローマンシュは1948年から1949年にかけて3ヶ月間展開し、ボアベローと交代した。ラファイエットもインドシナ戦争に投入された。ディエンビエン風の戦いでも、 陸上部隊を支援すべく近接航空支援を行うも効果は薄かった。1956年7月にエジプトのナセル大佐は一方的にスエズ運河の国営化を宣言した。これに対しイギリス、フランス及びイスラエルは軍事介入を決定し、第二次中東戦争が勃発した。海軍は8月25日に47隻からなる介入海軍部隊を編成し、 アローマンシュとラファイエットを帰還とした。10月30日、イギリスとフランスはエジプトに最後通帳を通知する。10月31日にはマスケッター作戦を開始し、11月1日から爆撃を開始した。しかし、アレクサンドリア港に滞在していたアメリカ第6艦隊の存在があり、行動に支障をきたした。アレキサンドリア近郊の飛行場には、 エジプト軍のミグ -15 やイル -28 戦闘機が配備されていた。11月3日に、キプロスを拠点に F-84 のような陸上戦闘機などを展開させ、カイロ方面へ攻撃の足がかりにしていた。11月5日、ポートサイドへの攻撃が開始され、第2植民地落下3連隊や第1外人、落下3連隊への近接航空支援を実施する。 戦闘艦にはヘリコプターによる負傷者の救援にも従事した。すでにアルジェリアに展開していた海軍航空隊は騒乱当初から警戒任務に就いた。オラン郊外のラルティング海軍航空基地やモロッコのポール・両手海軍航空基地から第21回、第22回、第23回海軍航空隊がロッキード P-2 を用いて海上紹介任務に就いた。 海岸沿いに警戒監視し、武器密輸を阻止する。第28回海,海軍航空隊は当初チュニジア、ビゼルトのカローバ海軍航空基地を拠点に、コンソリデーテッド PB4Y-2 で、紹介任務に就いた。空母艦載機部隊は、アローマン種、ラファイエットが参加し、パイア石器ハップ -2S や、シコルスキー R-5 を運用した。騒乱初期に、 シコルスキー S-55 を装備する第10回海軍航空隊を派遣し、陸軍系空空隊と共同で輸送任務に就いた。1956年6月4日に、シコルスキー H-21 を陸軍系空空隊に分検し、セティフで陸軍の下で作戦した。1956年8月1日に第31回海軍航空隊が編成された。 この部隊は当初からヘリコプター化されていた。S-55 と H-21 は第31回と第33回海軍航空隊で運用された。第31回と第33回励下の20番台の飛行中隊はそれぞれ1956年に新型機に更新されている。シャルルド・ゴール大統領の指導の下、フランスは 第5共和制に移行し、アルジェリア戦争は国内の混乱を経て収束させた。フランス海軍は大規模な再編成に臨んだ。1961年に新型空母、クレマンソーが収益し、1963年には2番艦のフォッシュが収益、新型艦載機エタンダールシリーズが開発された。1962年にエタンダール4が運用開始、 戦闘機チャンスボート F-8 クルセーダーも同時期に導入される。これについてはアメリカ合衆国側は有利な条件を提示したが、当時の国防大臣、ピエール・メスメルは統合参謀総長、シャルル・アイユレ陸軍大将から空軍と競合するため予算配分が困難であるとの懸念を伝えていた。軍首脳部は空母の有効性について会議的であり、財務省も 外貨流出を伴う購入計画よりも新型フリーゲートの建造を望んだ。これに対しマルセル・ダッソーはフランス航空業界を危機にさらすとして大対案を出した。ジョルジュ・カバニエ海軍参謀総長は関西機操縦士派と水上艦派の板挟み状態であった。ドコール大統領も介入するに至り、1963年にフロリダ州にある セシルフィールド海軍航空基地に要員を研修に出し、1964年にフリーゲート心臓は中止となり F-8E として特別版42機を調達することになる。最初の13機はアローマン種で輸送され1964年11月4日にサンナゼールに到着した。残りの29機は、 翌1965年1月から2月にかけてノーホークからフォッシュに積まれてやってきた。1965年空母航空隊の規模は縮小される。これはアメリカ製新型機の購入の影響であり、機体の回収やエレベーターの改良がその要因であった。その後新型機は第12回と第14回海軍航空隊に装備された。 ヘリコプター部隊も新型機への更新が進み、シュドアルウェート3が導入された。これは、アルジェリア戦争に投入されることを期待しての開発であったが、実戦配備は遅れて戦後に導入される結果となる。アルジェリアからの撤退に伴い、1964年から1966年にかけて海軍は、フランス領ポリネシアにパペーテの本部を含む100以上の 建築物を建設した。核実験は南太平洋のムルロア干渉などで実施されることになり、警備や輸送などに海軍航空隊は関わってゆく。1987年から13ヶ月間にわたり、イラミイラク戦争時のタンカー戦争に対応するため、ペルシャ湾へ、戦乱護衛に出動し、1990年には湾岸危機に出動した。冷戦崩壊以降、 海軍の規模は縮小傾向にある。1998年のコソボ紛争では、ホッシュの関西機部隊が空爆任務に就いた。1999年から2000年にかけて、海軍航空隊はいくつかの部隊が解散され規模が縮小される。21世紀になり、2001年5月にフランス海軍発の原子力空母、シャルルド・ゴールが収益する。 同年9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が発生。フランス政府はアメリカ政府と足並みを揃えアルカーイダ指導部が潜伏していると見られるアフガニスタンへの攻撃の準備をする。2001年末に普及の自由作戦への参加が決まりインド洋へ空母戦闘軍が派遣される。翌2002年からアフガニスタン空爆を開始する。2009年時点における状況。 カッ内は任務。今日では、基地指令は大佐、航空隊司令は少佐が当てられている。ありがとうございます。